も皆さんこんにちは。ジョークシュバンバンバンということで、はい、痛いよくやるよねそれ。避けられた、避けられたよ。避けられちゃった。避けて避けて。はい、はい、ということで今回も、はい、新しい作品作っていきたいと思うんですけど、はい、ジューク作品会議。はい。ね、最近ね、はい、うん、すごいね見ちゃったドラマがあって、うん、なんだと思う。すげえ分かりにくいわ。なんかにしてくれ。なんかネットフリックスで見たとか、アマゾンで見たとか、日本のドラマとか。あ、めんどくさい、めんどくさい。あ、みんなめんどくさい。あ、みんなめんどくさい。IWGP か。イエーイ。イエーイ。IWGP 知ってる？知らないです。知らないです。池袋ウエストゲートパーク。知ってる？知らない。知らない。パンチラ見て元気出して。そうだね。知らないでしょ。知らない。何やってんのって感じ今の。そうだよね。そりゃそうだ。そりゃそうだ。はい。もうあの作品を見てて、そういう要素を入れてちょっと作りたいなと思って。ああ。結構凝ってんの。あの俺が偉そうに言えることじゃないんだけど、その撮り方とかすごくね、なんか最初のカットコマ撮りでガンガンこうなんか池袋の様子とか池袋とかをこうなんかカクカクしてるとこからなんか公園で話してる里梨田くんとか永瀬くんとか永瀬さんとかそのくんとかさんとかつけるもんだよ。昔はさ、ああ、まあ、永瀬だろとか言って言ってたよ、芸能人言ってたよっていうか言うよ俺は。今でも芸能人の話をしてんのに、ね、やっぱりどうしてもこう、あってし、うん、あって、あーそうだそうだ、で、さん付けして、あの実家帰って、いやさ、あなんとかだろって、あ、なんとかさんねとか言って、お前芸能人みたいになってすげえ言われるっていう。俺言うわ。しょうがねえんだよ、でもやっぱりあって、やっぱすごいわけじゃん、うん、話戻します。はい。中学中あゆちゃん、今は何歳？42。42歳。今年で？43。来年で？44。みたいなことあるじゃん。うん。何歳って言われた時に、その今の年齢言わないで、来年で何歳みたいなことを言う人いるじゃん。あ、学年のやつ？そう、学年のやつ。ああ。だから、多分一生その人は自分の今の年齢を言わないと思うんだ。その癖がある人は。あ、うん、だからさ、俺らで言うと何歳っつってさ、ちょっと立場遅いじゃん、うん、43の年って言うってことでしょ。そうでもまだ42だけどねってことでしょ。そこで、まあ、日本は学年一緒だねとか、うん、あ、学年ちょっと違かったみたいなとかあるじゃん、うん、だそれで、お前何歳だっけって言ったら、来年3月で、あーもうめんどくせえなあ、うん、ああそれ言いたいのね。そこは言わせて俺にっていう話。ああ、うん、分かった。IWGP 見てないから分かんないよ。めんどくせえなのパンチライン知らないんだから。そうだな。うん、だこれ、電話してるて、電話。ああ、Born to be Wild が流れて、ああ、着信音ね。着信音取ります。で、はい良平。ああ、はい良平。お前今何歳だっけ？俺はね、今年43の年。今は42歳ってことだろ、うん、ああ質問にまっすぐ答えろよ。俺は早生まれだから同じ学年かそうじゃねえか分かりやすく伝えてんだよ。ああそうですか、うん、みんな今年、これ今年で来年でって言わないのか、みんな今年とか学年とか、今年とか学年とか、あ、学年も分かんないですもんね、とか、うん、ああもうめんどくせえなあって俺がいいのか、そういうことか。だからちょっと、うん、永瀬さんに寄せてもらって、うん、あーめんどくせえ、はい、そこは俺に言わせてっていう。ほんと分かんないよね。絶対分かんないと思う。絶対分かんないと思う。主役がもうとにかくめんどくさいっていうことを言うドラマがあって、はい、めんどくせえって言いながら、あのその人の人助けちゃうみたいな、一番めんどくさい、いいやつです、うん、そうで、これやっといて、あーもうめんどくせえな、分かったよみたいな、やるんかいみたいなね。久保塚の、あの人が金髪でさ、キングって言われてさ、 G ボーイズって知らないよね。知らないよね。今度機会があったら見てみて。いや、そのドラマ好きなら IWGP、 サブスクにはないかな。いや、あった、見た。嘘、だそれで見たんだって。何で見たんだろう。ディズニープラスかな。見れます。ディズニープラスで、だそのスペックってドラマと、うん、ウエストゲートパーク、うん、
は、監督は堤さんがね、そう、すごい、あの人のその当時の撮り方だもんね、そのやっぱ戸田恵梨香がこうやってやっても知らない、包帯絵を見ればわかる、うん筋肉みたいなよ。パワー。パワー。すみませんね。はい、という作品でございます。それをまあちょっとなんかいろんな面白い画角で撮っ、あれみたいな感じで撮りたい。そうね。撮りたい。バン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 みたいな。そうそうそう。あーめんどくせえ。やるか。行ってみよう。行ってみよう。はい。ちょっと一回。はい。はい、Born to be one again。 はい、りょうへい、お前って今何歳だっけ。あ、今年43の年。今何歳か聞いてるんだけど。だから43の学年だって。じゃあ今はまだ42歳ってこと。うん、質問にまっすぐ答えろ。 いや俺はさ、早生まれだから同じ学年かそうじゃねえか分かりやすく伝えてんだよ。ああ、そうですか。みんな今年とか学年とか。ああ、もうめんどくせえな。そこは俺に言わせて。うん、どうでしたか。いいと思います。いいな。これ一回この、あーもうめんどくせえな、一回聞いとこうね。なんかあの YouTube で。あー、でもモノマネ的でいくとこ、もうあーめんどくせえ、あーおい、っていう、このモノマネでバンっていくならこっちなのよ。ああー、そうなの。そう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 。最後それを言わせてよ。さ、永瀬取られちゃったからさ、キングでいけば、言わせて欲しかったなりにすれば。そこは俺に言わせて欲しかったなり。違うんだよ、あのあれを真似するって、うん、なりっていうだけでいいんだよ。なりっていうだけでいい。相当なハードルじゃない。あ、あのモノマネは取れないと思うよ。あのモノマネは取れない。俺はそこに言わせて欲しかったなり。そこは俺に言わせて欲しかったなり。なりだけ言えば、なりだけ言えば成り立つから。いいね。でもちょっと見とこう、 YouTube で一応ね。して欲しかったなり。うん、あとあの着信音の。でも俺マジで当時この着信を使ってた。それじゃあ撮影に行ってみよう。イエーイ。はい、行くなり。はい、りょうへい。あ、お前今何歳なんだっけ。ああ、俺は今年43の年だな。今何歳か聞いてるんだけど。いや、だから43の学年だって。ああ、じゃあ今は42歳ってこと。ああ、質問にまっすぐ答えろや。俺早生まれだから同じ学年かそうじゃねえか分かりやすく伝えてんだよ。ああ、そうですか。みんな今年とか学年とか。ああ、めんどくせえ。そこは俺に言わせて欲しかったなり。Thank you.